どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、ANA の感謝の日、毎月ね、29日に行われるということで、今月ね、8月の29日もですね、ANA の感謝にね、行われるということで、今回ですね、こちらの解説ね、やっていきたいなと思います。 ということで、今月のね、8月の29日はですね、公式サイトこんな風になっておりまして、ANA の9毎月29日は ANA 感謝の日ということで、8月は企画が充実ということで、こんな感じでね、記載があってですね、詳細がね、発表されてですね、いつもならですね、スーパーバリューセールがですね、1日限定でね、行われるということで、タイムセールよりね、比較的値段がね、まあちょっとではあるんですけども、安くなるということで、タイムセールよりですね、この 感謝の日の日ね結構良かったりしてね好評なんですけどもなんと8月はですねプレミアムクラスのタイムセールということで8月29日1日限定ですね ANA のプレミアムクラスの、ね、タイムセールが行われるっていた形になるんですよね。ここらへんの、ね、獲得できる ププレレンンンンポポイイトトまたねねの pp タンカーです、ね、こちらもね一緒に解説やっていきたいなというふうに思っておりますので気になる方はですね是非ね最後までご覧いただければなと思いますということで今回のね ANA 感謝の日に8月29日に行われるね一日限定のキャンペーンなんですけども今回ですね 5項目にに、ね、分かれててて、いいるっていう風になっておりましてましず一つ目が ANA のふるさと納税ですね。で2つ目が ANAPay ダブルマイルキャンペーン。で3つ目がプレミアムクラスの航空券のタイムセルですね。で4つ目が ANA トラベラーズパッケージツアーですね。で5つ目が ANA トラベラーズ特別ホテルプランということで全部で5項目に分かれています。 おりますでまず1つ目のねふるさと納税なんですけどもこちらねさらっとといいきたいと思います8月のね29日1日限定で1万5,000円納税すると本来ですねこちら2万円らしいんですけども宮崎牛サーロインステーキ 500g が数量限定300個でね。 申し込むことができるっていう形になっておりましてまあねいつもより5000円安くね利用することができるっていう形になりますでこちらの ANA のねふるさと納税に関してはこちらやっておりますよね ANA で ANA プレミアムメンバーステータス獲得チャレンジ2021ってありますよねでこちらでこの ANA のねふるさと納税っていうのは対象サービスのねカウント一つにね入っておりますのでもしねこの ANA プレミアムメンバー獲得ステータスチャレンジ2021ねこちら参戦されている方でまだねこちら利用されてない方はねいいのかなと思います。 それででは次に anapay ダブルルマイルキャンンペーンですね本来ですね ANAPay は200円につき1マイルが貯まるということで0.5%還元のペイサービスっていう風になるわけなんですけども明日8月29日限定でですね200円につき2マイルということで1%還元のねキャンペーンっていった形になります。まあ言ってもですねこちら明した1日限定でまあ1%還元ということで ANA のクレジットカードね、まあ、コースとかゴールドカードとかにね ももよりますけども決済すれば1%還元っていうのは普通に取れますのでまあすごいね。 これはお得だみたいなね。まあそういったわけではないんですけども、まあ明日1日限定でですね、ANA Pay が1%還元でね、利用することができるって言った形になります。で、3つ目ですね、こちらはね、本当にね、事前情報を見てびっくりしたんですけども、まさかのですね、プレミアムクラスがタイムセールでね、入ってくるって言った形になるんですよね。8月29日限定ですね、国内線プレミアムクラス航空券セールということで、ね感謝の日のね、 インっっていった形になりますかね搭乗期間は10月1日から10月の30日までっていう風になっておりまして対象路線はですねおそらくこちら全路線になっていると思うんですけどもちょっとね外れてたら申し訳ないんですが、えー、ほぼ全路線だと思いますでワンランク上の空の旅がお手頃にということでこちら最大ね2万円の割引っていう風になるわけなんですよねこちらやっぱすごいですよねで私もですねちょっとね参戦しようかなという風に思っておりまして2 0 2年 2021年ねダイヤモンド使を私してるんですけども緊急事態宣言の影響でね完全に今止まってる状態なんですよねで9月からまたやろうと思ってたんですけどもまあ今ねこんな状況ということで多分9月もねできそうもありませんので、まあ、PP2 倍キャンペーンね乗れないですけども10月以降もねやっていこうかなというふうに思ってるや先のこれでしたのでちょっとね参戦しようかなと思っておりますでですね,獲得 PP とかね あのピーピン単価ととかねちょっとまた後でねね解説します、ね、で次に4つ目ですね ANA トラベラーズパッケージツアーということで、えー、北海道九州沖縄のパックツアーがですね販売されております。で カーカー多分まあまあぐらいだと思うんですけども、レンタカー付きとかね、入っておりますし、北海道のプランですね。宿泊するホテルはね、キロロトリビュートホテル北海道ということで、こちらマリオットホテルなんですよね。まあ、ちょっとね、ホテルにはね、確認していただきたいんですけども、おそらくね、こちら ANA トラベラーズで撮ってもえ、マリオットのね、ステータスは利用できると思いますので、まあこれ利用できたらね、かなりいいですよね。またね、ANA トラベラーズのパッケージツアーですね、こちらですね、ポイントサイトハピタスにですね、 経由して予約すると1500円分のポイントね返ってくるっていった形になりますんでまあこちら現金で受け取ればね本当に実質1500円引きっていった形でね利用することができますのでもしねこちら利用される方こちらねパックツアーじゃないとこのハピタスの案件利用できないのでもしねツアーで利用される方はね是非利用してみていただければなと思いますハピタスの公式サイトは概要欄にね載せておきますのでそちらねえ利用してみていただければなと思いますで5つ目ですねでこちらですね ね、ANA のトラベラーズホテルの特別プランということでこちらね事前に公開されてないので29日の0時になったらですねこちら公開されるっていうふうになりますんでこちらねかなり楽しみにしておりますというのもですね先日ね私の動画のコミュニティー欄っていうところがありましてまあ私のチャンネルね見られてる方はですね是非ねコミュニティー欄もね ちょこちょこチェックしていただきたいなと思うんですけども、最近ね、この ANA トラベラーズのホテルね、かなりすごいんですよね。で、先日こちらもね、つぶやいたんですけども、ANA マイレージクラブ会員限定 IHEANA ホテルズキャンペーンということで、今ね、ANA マイレージクラブ会員限定で IHE と ANA のね、ホテルキャンペーンということで、こんな感じでですね、ホテルインディゴ、ハネゴゴーラ、こちらね、1人1万5000円とかですね、ストリングスホテル東京インターコンチネンタルとかね、 キンプトン新宿東京とかね結構高いホテルがですねこちら1人1万5,000円からね予約することができるっていったじになってるんですよねですので、まあ、こちらも含めてですねこちら概要欄に載せておきますので公式サイト是非ねこちらも含めてですね ANA トラベラーズホテルね是非チェックしてみていただければなぁと思います。 思いますかなりねまあホテル自体ね今価格下がってきているわけですけどもそれでもねかなり安いと思いますので是非ねチェックしてみていただければなと思います。それではではすねね今回の、ね プレミアムクラスのタイムセールの詳細についてなんですけれども販売期間はですね8月の29日1日限定というふうになっておりましてこの動画が出ているのが8月の28日っていうふうになりますので日付が変わった0時からですね開始になりますで登場期間はですね10月の1日金曜日から10月の30日の土曜日までっていうふうになっておりまして割引対象なのはですね ANA ANA ババリリュューーーーププレレミミアアムムとスパが値下げ対象いっ,った形になりますで、こちらね、公式サイト、こちら、羽田沖縄路線なんですけども、こちら29,600円っていうのは、まあ、こちら最低価格っていうふうになっておりまして、実際ね、タイムセールが始まって、まあ、全部が全部この価格でね、予約できるわけではないですけども、最低価格は29,600円っていうふうになっておりまして、対象便っていうのはね、ここの下に全部記載がありますよね。 1から993って言った形ででこちらがですね割引対象のねビンって言った形になりますまあ基本的にね見るとコードシェア便以外はねすべて対象になっている感じだと思いますこちらね羽田沖縄29,600円というところクリックしていただくとページ飛びますんでそこでですねえ2列ねあると思うんですけどもこちらはですね割引対象になるって言った形になりますんでそちらねえ見ていただいて 路線ね選んでいただければなと思いますまあどのぐらいね安くなるかっていうのはちょっとねかなり楽しみですよねまぁ、あ、土日だとね少し値段は上がるかなと思うんですけどもまあでもねプレミアムクラスがねタイムセールっていうのはかなり嬉しいですよねということでこういった感じのねタイムセールなんですけども私の方ですね主要路線のですね価格と えー、獲得のプレミアムポイントと PP 単価ですねちょっとまとめさせていただきましたこんな感じになっておりまして、えー、羽田札幌、えー、24,900円獲得プレミアムポイント1,675プレミアムポイント PP 単価が14.8ということで、まあ、こういった感じでねババッと並んでると思うんですけども赤字にさせていただいている部分が、えー、10円台。 まあ基本的にはね行きたいところで購入していただくのがねいいのかなっていうふうに思うわけなんですけどもまあ修行目線で見るとですねこういった感じになりますということですのでまあたいねプレーンポイントの 1pp 単価っていうのは、まあ、10円以内がねいいっていうふうに言われているんですけどもまあ 見ていただいている通りね全部超えてますよねまあ超えてはいるんですけどもこちら全部ねプレミアムクラスっていう風になりますんで ANA のねステータス持ってない方もですねラウンジもね入ることができますんでねかなりねいいのではないのかなと思いますまたねこちらは10月の1日から10月の30日ということで今やっているね ANA の プレーンポインンポトね、2倍キャンペーンに関しては一応ね9月30日まで終了っていった形になりますんでまあ現時点ではですね延長されるかどうかっていうのは全然わかりませんのでまあ9月30日でね終わってしまったらですね獲得できるねプレーンポイントはもうこのまんま片道でね、もらえるっていった形になりますもしね10月以降ね延長とかになったらですねこれがねそのまま倍になるっていった形になりますんで PP 単価もねそのまま半分になるっていった形になります まあこればっかりはねちょっとわからないわけなんですけどもどうなんですかねもうね3月の終わりからずっと PP2 倍キャンペーン継続してやられてるんでまあ私としてはですね延長してほしいわけなんですけどもあるとしたらですね9月半ばぐらいにね発表されるかなっていうふうに 思いますので、まあ、その時をね、ちょっと楽しみにしてるっていう感じですね。ということで、今回ですね、ANA 感謝の日ということで、解説ね、させていただきましたけれども、いや、まさかですね、プレミアムクラスがタイムセールに入ってくるとは思わなかったですね。しかもね、こちら、運賃2位なんですよね。この ANA バリュープレミアムさんと、ANA バリュープレミアム28っていうのが。ですんで、この ANA のね、ステータス修行にもですね、ちょっと と PB 単価は高いですけども、まあ、利用できるところもね全然ありますんで、まあ、私みたいにねプラチナだったりダイヤモンドだったりね PP がね足りてない人からするとねかなりいいですよね。私もねレジにスタンバイして航空券ね購入していきたいなと思います。ということで今回の動画はねこんな感じで終わりたいというふうに思います。この動画が役に立った方はいいねチャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログツイッターもやってますんでフォローチェックしてあげるととても嬉しいです。 私のチャンネルですね、こういった ANA マイル、JAL マイル、お得情報、グレートカード、マリオットボンモーホテル、ヒルトホテルのことについてね、発信させていただいておりますので、チャンネル登録してない方はぜひチャンネル登録してあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。